デレラジゲストです。デレッス島村うずきです。今日もデレラジに素敵なゲストが来てくれました。デレッスユニークな挨拶ですね。ドブライウトラアナスタシアです。よろしくです。デレッス渋谷凛だよ。ようこそ。よろしく。デレッス美香だよ。今日はよろしくじゃん。ついにデレラジに外国からゲストが来てくれたよ。ニェット、ウズキ。ニェ？ああ、ニェット。いいえですね。ウズキ、私、日本の国籍ですよ。そうなんですか。ごめんなさい。とっても肌が白くて綺麗な銀髪だから、つい勘違いしちゃって。うん、大丈夫です。慣れてますから。アナスタシアちゃん、優しいですね。ツンとしてるかと思ったら意外と可愛いじゃん。そうですか。自分ではよくわかりませんね。あとアーニャでいいです。アナスタシア呼びづらいでしょ。アーニャちゃんだ。よろしくです。こう見えて意外とやり手だからね、アーニャは。え、どういうこと？リン、私たち曲を出したんだけど、楓さんやランコと一緒に CD で歌った時も堂々としてたから。だあ、輝く世界の魔法歌いました。歌うのは好きですね。とても楽しいです。その後で楓さんやランコやミクにだいぶ遊ばれたみたいだけど。そうなんだ。ジョークも闇の言葉もニャーもブブーですね。なるほど。ウズキ、今全然わかってないのになるほどって言ったよね。詳しくは私の CD 聞いてください。うずき、感想くださいね。700円です。消費税上がる前にどうぞ。なんかうまくまとめてるし、なかなかやるじゃん。ていうか売るのマジウケる。どうやです。わかってる。絶対アーニャちゃんわかってやってますよね。日本語下手ですみません。超ウケる。ちょっとアーニャちゃんってば。ウズキ、シンパチチナや。あの、これダメって思われてます。さあ、英語ですら私あんまわかんないからな。ウズキが早速アーニャのおもちゃになってる。とりあえず次行くよ。だあ、デレラジとても楽しいですね。お気に召したようでよかったよ。で、アーニャは今度私たちとファーストライブに出演するわけだけど。初めてのライブ、ドキドキですね。新しいチャレンジ、新しいこと始められます。今日も昨日と違う日です。明日も違う日ですね。新しい日をうまく迎えるためにレッスンたくさんして頑張ります。そうだね。せっかくのライブだし、完璧なものにしたいな。リンちゃんって実は負けず嫌いというか、完璧主義者っぽいっていうか、そういうところがあるね。まあ、否定しないけど、そういうウズキはどうなの？すっごく嬉しくて、ドキドキしてます。毎日ただ頑張ってただけだけど、ファンの皆さんの応援とか、いろんなものがあってできたステージかなって思ってます。だから、いろんな人の思いに応えるステージにしたいなって。私の歌でみんなに応えられたら嬉しいです。うずきにしてはいいこと言う。とてもいいスピーチですね。褒められると恥ずかしいな。そんなミカちゃんはどう？抱負とかある？私か。あれっしょ、当然超ノリノリちゃん、セクシービューティーミカのステージでみんなをメロメロにしちゃうぞ。わあ、ステージで脱ぎますか？ちょっとそれはほら、みんなが鼻血出ちゃうから、ね。で、本当のところはどうなの？茶化してないでさ。マジな話、今から緊張で口から心臓が出そう。本当ドキドキですよね。ドキドキするのは期待しているからですね。期待して不安もあるからドキドキします。
でもファンがいるから不安は大丈夫ですね。きっとみんなシャスチェ幸せな顔なってくれます。あーにゃちゃん、その言葉あたししっかり受け止めて頑張る。あーにゃ、楓さん仕込みのそれ感動的な場面なのに。ファン不安、あーなるほどなるほどって、せっかく私感動してたのに。日本語難しいですね。分かって言ってるでしょ。リンちゃんがやり手って言ってた意味が分かってきました。でも本当アーニャちゃんって顔はマジで美人だよね。リンと並ぶとますますこうクール&ビューティーって感じ。喋らなければ氷の美少ってやつ。アーニャちゃんはリンちゃんと同じ15歳なんですよね。私より大人っぽく見えるかも。クールハローッヌイリョートですか。私冷たい感じですか。私を見た人からそう言われます。うわ違う違う、クールっていうのはそういう意味じゃなくてさ、なんて言ったらいいのかな、外見が美人だから。美人は冷たいですか。ミカは美人ですから冷たい。別にそういうわけじゃないと思うよ。あ、じゃあプライベートではどうかな。同じくクールなリンちゃんもお家で花子ちゃんと遊んでるとちっちゃい子みたいで可愛いんですよ。ん、どうでしょう。ちょっとうずき、リンちゃんはこんな感じ花子今日も可愛いね。どうしたのかな、なでなでしてほしいの。仕方ない子だね。ほらなでなで。リンはお家ではそうなのですかとっても可愛いですね。あーそれそれ、その顔です。ふう、可愛いじゃん。全然冷たくなんかないよ。だってリンが家ではそんなに可愛いと思うとちょっと明らかにうずきの妄想だから。まあまあ細かいことは気にしないって。そうですよ、気にしない気にしない。リン先輩